レイミランドは、イギリス・ウェールズ出身の俳優。主にハリウッドで活躍した。カンヌ国際映画祭最優秀主演団優勝と、米国アカデミー賞主演団優勝の両方を受賞した初めての俳優である。また、オスカーを受賞した最初のウェールズ出身の人間である。父は、洋光路の設計士。ロンドンのキングズ・カレッジ卒業後、この駅平連隊に入り3年勤めた後に、 たまたま映画スタジオにいる女友達のエステル・ブロディを訪れたところをスカウトされる。1929年にスパイク・ミランドの芸名で英国映画界入り、スード芸名を変えレイ・ミランドになった経緯は諸説あり、数本を撮った後、脚本家のアニタ・ルースの勧めで1930年にハリウッドに進出。1931年に メトロゴールドウィン・ベイヤーと契約した。1932年までに8本の映画に出演したが目が出ず首になり、一度英国に戻るが、もう一度ハリウッドで勝負しようと、再び渡米して本格的にデビューする。そして1934年にボレロに出演したことでついに認められる。1930年代から1940年代半ばまでは、 明るいロマンチックな役柄が多かった。1935年にクローデット・コルベール、フレッド・マクマレーと共演した輝ける百合でスターの足がかりをつかみ、1940年のフレンチ・ウィズ・アウト・ティアーズで大スターの仲間入りを果たす。二枚目ながらもしばしば大婚役者と揶揄されていたが、1945年ビリー・ワイルダーの 失われた週末でアルコール使用障害に苦しむ作家を演じアカデミー主演男優賞を獲得ハリウッドでの地位を決定づけた1954年にはアルフレッド・ヒッチコック監督のダイヤル・ M を回せ2主演自身の代表作の一つとなったその後は1955年の白昼の対決を機に監督業にも乗り出している 1960年代以降はあまり作品に恵まれず、B 級映画とテレビ出演が主となっていったが、1970年のある愛の歌で主役のライアン・オーニールの父親を演じた。1986年カリフォルニア州トーランスで肺がんのため死去。79歳だった。プライベートでは妻を愛し、幼女を育て上げ、カビなハリウッドを嫌っていたという。ありがとうございます。